ックじゃなくて、まあ、外に出かけた後に帰ってきて、ちょっと疲れて横になって、このままちょっと行っちゃったんじゃないかなっていう話を聞きました。きっちりとした人型ですよね。もう入ってすぐのリビングでお亡くなりになられたんですよね。やはり虫が結構湧いてますね。もうあの誕生日と一緒に兼ねて、でまた携帯とお手紙といろいろちょっとご飯も一緒に行って渡した感じですね。はい、雨の人やったんで、もうなんか行事やると孫に何本お年玉何本っていうふうに先に用意して置いてくれてる母やったんで、なんか書いてますね。あ、何々。あ、いや、あの。関西クリーンサービス近藤です。こちらの物件なんですけども、事故物件だった物件が再生いたしました。まずはご覧ください。こちらで孤独死をされたということで、特殊清掃、遺品整理の作業を行わせていただいた後にですね、保存の機械を使っての脱臭の作業ですね、全部屋させていただきました。床面から壁面、完全なリフォームをさせていただきました。次の方がですね、問題なく安心してお住まいになれるように、私たちこういった活動も行っております。物件の再生の歩み、ご覧ください。今回のメンバーはですね、こちらなんですけども、集合住宅に単身で60代の女性が孤独死をされたという現場です。で、40代の娘さんの方からご依頼を受けての特殊清掃、遺品整理という作業になりますね。はい、では現場の状況を確認いたしましょう。はい、じゃあ奥のリビングの方に失礼します。もう入ってすぐのリビングでお亡くなりになられたんですよね。ご覧ください。これきっちりとした人型ですよね。ちょうどやっぱり8月の時期っていうのもありますので、腐敗のスピード非常に速くなります。お聞きしてるのが死後2週間ということでお聞きしてるんですけども、お布団に入って睡眠されてたわけではなく、昼寝をしてたのか急にやっぱり具合が悪くなったのかはわからないんですけども、でちょうどこの足が交差してますよね。横向けにね寝られてた、だから本当にうたた寝してる状態でそのまま意識失われたのかなっていうような感じに見受けられますね。カレンダーですね。7月8月ということはもう本当にやっぱり最近の話ですね。写真とかもやっぱり飾ってますね。ご家族の、記念写真、還暦祝いですかね。奥の和室にちょっと行ってみましょうか。もう入ってすぐ分かるのはこのハエの死骸ですよね。この窓際の方にやはりハエの死骸とかが結構ありますね。ただお亡くなりになった箇所にはそんなにハエっていうのはなかったですよね。死後2週間と聞いてるんですけども、それにしてはちょっと少ないですよね。じゃあこちらの部屋行きましょう。ここがやはり寝室ですよね。ついさっき起きてそのままの状態のような感じですよね。すごい生活感ありますもんね。貯金箱、10万円貯まる貯金箱、
してらっしゃいますね。先ほどから気になっているんですけども、こういったハートとかね、可愛らしいようなこの人形がたくさんありますね。本当に可愛いものが好きだったんでしょうね。お部屋の中をね、今見させていただいたんですけども、こういう非常に可愛いキャラクターとか可愛い人形とかですね、優しそうな人ですよね。非常にお孫さん思いのおばあちゃんっていうような感じの印象がすごい伝わりますよね。そうですね、まず遺品整理する前に特殊清掃っていうことで今回させていただくんですけども、下の方を見させていただきますね。でちょっと枕もどけて、やはり虫が結構湧いてますよね。昔ながらので、ね、この集合住宅になるんで、板張りの上にこの薄いこのフェルト地の布を貼ってるだけなんですけども、下までやっぱり行ってますね、体液の方が。ちょっと一旦ここをカットしていきますね。床面が見えてきました。タイルカーペットを通り越して、このフェルトを通り越して、さらにこれが元々の床ですよね。ここをね、洗浄しないとやはり匂いも汚れも取りませんので、きれいに清掃して中の遺品ですね、しっかり確認しながら作業させていただきたいと思います。お客様が立ち入れる状況っていうのをですね、作り上げましたので、でこれからお客様と一緒にですね、思い出のものとかですね、貴重品ももちろんそうなんですけども、整理させていただきたいと思います。全然違うな、すごいな。こんな風になってたんだなぁ。ちょうどね、はい、ここでお亡くなりになるんですけど、しっかり清掃の方させていただいて、でここから家財の方ですね、見ながら貴重品とかですね、探していけたらと思ってます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。やるんかな、あ、こんなのな。これ母の日に送ったの。そう、母の背中なるやん、これなるな。すごいな。そうですね、お前の手紙出てきた。母上様へ。あ、あれなんか怒ることがなくて、うん、なんかいつも笑顔を持っとるみたいな人だね。そうですね、伸び伸びと育てられた。そうや、母の親が98歳まで生きて、はい、亡くなったんですけど、だからもうお母さんがそれぐらいまで長生きするのかなって勝手に思ってたんですよね。そうですね、ほんとに
お孫さんのこと大好きやったんですね。もう至る所にグッズが。これでも10年前ですね。もうそんなに前ですか。もしかしたらお孫ちゃんにあげるためのお金が用意してたって言ってくれてたんで、ね、そうだよ、すごいもう用意してたんや。全部名前が入ってますよね。ほんまや、うちの子ですわ。結構なんか豆な人やったんで、もうなんか行事やると孫に何ぼお年玉何ぼっていうふうに先に用意して置いてくれてる母やったんですよ。ちゃんと書いてますね。あ、何何、あ、いや、あの、うちの子やと思うんですけど、来年中学なんですよ。なんで、たぶん中学祝いかな。もうこの時期から。これが手帳ですね。お母様の日記みたいな。日記、こんなですね。すごい。日記？あ、そうだね、そんなの。すごい、さっき書いてたのに。あ、そうなんです。ちょうどあのお母さんが働き始めるっていうので、もうあの誕生日と一緒に兼ねて、でまた携帯とお手紙といろいろちょっとご飯も一緒に行って渡した感じですね。最後に会われたのはいつ頃？去年のお花見の時やったね、4月ぐらいです。あ、なるほど。今コロナ禍っていうのもあったんで、ね、はい、なかなか会えずやったんです。なるほど。じゃあもう服装も家で着ている普通の服じゃなくて、まあ、外に出かけた後に帰ってきてちょっと疲れて横になって、そのままちょっと行っちゃったんじゃないかなっていう感じで聞きました。まあ、あまり苦しまずに亡くなられたっていうような。入ってますね。ぎっしり入ってますよ。ほんまや。どうしよう、すごい着物の量が多い。ばどうしよう、量が多い。まずかね、これって。なんか古そうですもんね。櫛ですか、これ。あれなんだ、これはでも高いですよ。あ、そうですか。はい、大島紬のやつなんで。高いですか。なるほど。そだから本当の平均みたいな。あ、そうなんですか。マジですか。持って帰ってください。わかりました。なんか映画好きやったみたいです。最近もちょっと何ヶ月前かに妹さんと一緒に映画見になんか行ってはったらしい。結構出かけてたみたい。あ、リモートさんとはまあ密に行っているようなところで、割と近くなんで。父と離婚しまして、はい、離婚してるんでこっちに引っ越してきた状態です。そうなんです。はい。まあ、そこからまあ3人で暮らしされていてっていうような。結構弱みを見せない人だったんで、もう私たちにはしんどい思いとかはさせなかったですね。ああ、なるほど。はい。お姉ちゃんが確かに、はい、来た時に多分スクールさん、はい、学生の頃かなんか結構旅行に出かけたりとか、はいはいはい、いろんなとこに出かけましたね。あ、そうなんですね。マジっすか。お母さんもこれいくら入れたか多分キッチン。現在8万1000円みたいな感じで。マジっすか。
じゃあ、よいしょ。よいしょ。はい。そしたら持ちますね。はい。いきます。せーの。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。すいません、本当にもう。いえいえ、もう本当に。来ていただいて。暑い中で。仕分けてやったりとかですね、分別の方もお手伝いいただきました。ありがとうございます。いえ、とんでもない。本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。前回の続きということで、次の方がですね、快適に安心して住めるように再生の方、工事の方を進めさせていただきたいと思います。どこぐらいでしたか？こんな感じですか？バッチリですね。量産系のやつ、はい、お亡くなりになったこの床面なんですけども、どうしても清掃で落ちないこの床面で、下どうなってるかですね、確認します。までは行ってないですね。まあ幸い1階ということもありまして、その木で一応止まってますよね。張り替えの作業をこれから行っていきますので、このクロスの箇所っていうのを今から剥がして、匂いのやっぱり原因元となりますの でそこからオゾンの機械を用いて脱臭を行って、最終的にはリフォームっていうのもありますので、クロスを新しく新調して貼り直していきます。そうですね、ちょっと急な話でもあったので、まあ、なかなか僕たちそういうこういう業界の方もこともね、あまりちょっと存じなかったので、友人で結構そういう遺品整理などの、まあ、YouTube を見られてる方がいたので、まあ、関西クリーンさんが、まあ、親身になってやってくれるということをお聞きしてたので、はい、母の荷物がすごい多かったんで、正直終わるのすごい遅くなるんかなと思ってたんですけど、まあ、皆さんテキパキと一生懸命やってくださって、もうその母のことも話しながらやってくださったのがすごい嬉しかったです。あ、本当にね、大満足といいますか、申し訳ないなと思うぐらいこちらがね、本当に一つ一つ丁寧にやっていただいたことはすごく嬉しいなと思っております。そして最終もすごく綺麗にしていただいてるんで、誠意が伝わりました。ありがとうございます。ちょうど前面をめくりまして、畳も引き上げております。全体のこの空間専用の薬剤を入れまして、特別なこの機械を使って噴霧して消毒とオゾンの脱臭作業を行っていきます。
さあ出ましょう。足を切って。ダッシュの作業が終わり次第ですね、内装のリフォームの方入らせていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。はい、前回ですねオゾンダッシュの工程を終わりましてですね、内装のリフォーム完了いたしまして、この再生した物件ですね訪れております。お亡くなりになられた方は60代の女性なんですね。それまですごい元気だったのに突然ですねある日お亡くなりになられて、死後3週間という時間が経過してしまったんですよね。今回の現場のようにやっぱりね突然死のリスク、年齢が上がると非常に危険性増してくるんですよね。親御さんといつでも会える、まあ、そういうねやっぱり思いあると思うんですけども、そこまで多くの時間って実際残されてるとは限りません。1年に1回10年でたった10回しか会えないんですよね。非常にね貴重なお時間だと思います。多子社会と言われる時代っていうのがねそこまでも迫っております。関西クリーンサービスは孤独死の問題、事故物件、こういった問題にね引き続き取り組んでまいります。もしよろしければですねチャンネル登録の方お願いいたします。スタッフ一同とてもですね励みになります。ありがとうございました。